今日も基本一人です、えー。今回はね、こたつを片付けたいと思います。えー、今日はですね、えー、ゴールデンウィークの、えー、1週間ぐらい前でしょうか。えー、まあ、だいたい毎年ね、この季節に、えー、こたつを変えてますね。片付けてます。えー、片付けると言っても僕の場合はですね、テーブルはそのまま使い使うもんですから、えー、こたつ布団を片付けて、えー、今回は掃除機もあるんで。 部屋全体を掃除していきたいと思います、えー、皆さんこたつは好きですかね僕はね好きであり嫌いなんですねまず嫌いな部分ってどういうとこかっていうとですねまずダサいインテリア的にダサいということですね、えー、もう一つは、えー、うだうだしすぎちゃうという、えー、こたつでパソコンで仕事しているとですね、えー、すごく眠くなってきてですねうだうだしてしまう この2大要素でですねなんとなくこたつって嫌われてるんじゃないかなっていう感じがしますでも僕はこたつこのこたつ30年使ってるんですね要するに好きな部分ですね第1はですねうだうだできるということです逆にうだうだしたいときはですねこんないい暖房菌はないですねこのまんま寝ちゃってもいいわけですからその辺がくつろげてすごくいいな思います あともう第2点はですね少年になるとということですね、えー。特に静岡県はですね、えー、あ,んまりあんまり寒くないというか、えー、比較的暖かい地方なんでですね、えー、最近は石油ストーブも使ってますけれどもですね、えー、とにかく若い時はですね、えー、こたた。つだけだけもありました要するに一番寒い時はですねダウンジャケット羽織ってこたつがあれば、えー、なんとか冬はね しのげるとというところが、えー、要するに電気代とかも安く済みますしですね暖房代がすごく節約できるということでこたつというのはね本当に合理的ななな暖房器具じゃいいかなと思っていますで。今回はですねこたつ布団を撤収するわけですけれども特に敷布団ですね敷布団に埃がすごくついて、えー、こちらのような。 掃除機で吸い上げてもですねなかなか綺麗にならないんでガムテープですねコロコロの粘着テープ僕持ってはないもんですからガムテープなんか使ってですね綺麗に敷き布団を掃除していきたいと思います、えー、こたつ布団をね片付けました毎年ね思うんですけどねこたつ布団をね取り去るとですね 部屋がすっきりしてね、すごくね、えー、気持ちがいいですね。えー、とにかくですね、えー、こたつはダサいと言いましたけれども、まあふ、特に布団がね、うっとうしいんですね、こたつ布団がね。えー、こうやってシンプルにテーブルとしてね、えー、低いテーブルとして使う分にはですね、えー、なかなかいいんじゃないかなって思ってます。すべて片付けました。 し、えー、しましたね、えー、こたつのテーブルもですね布団がないとね割と、えー、スタイリッシュというかねそんな悪いもんじゃないですねやっぱこたつ布団がねダサいんじゃないかなと、えー、も思いますね、えー、昔からですね僕は、えー、低いテーブルと座椅子でですね割と低い、えー、視線で生活するっていうのが好きですね 部屋が、ね、広く感じるんですね。それでですねベッドもこのようにマットレスだけですねセミダブルのマットレスだけで、えー、生活してるとそしてこちらの、えー、テーブルも、えー、低いですねこちらの、ね、テーブルねちょっとね、えー、どんな感じかっていうとですね死んだ親父ですね、えー、が、えー、兄弟が 5人ぐらいいてですねその5人で共同で使った勉強机ですね要するにですねえ70年前から80年ぐらい前に確か地元の大工さんみたいな人に建具屋さんかみたいな人に作ってもらったやつをですね僕が大学時代にまあもう一回テーブルとしてね使うようになったという感じで えー、こちらはですね本当に長くとっておきたい家具の一つですねまあ余分な話もしてしまいましたけれども、えー、こたつなしでですね、えー、これから半年ぐらいですね、えー、まあすっきりした生活が、えー、できそうですまあ一応ねミニ,マニシミニマニスト、えー、見習いということでですねまだまだですね、えー、ものをね えー、使ってないものいっぱい、えー、押し入れとかに収納してやりますんで、えー、自分の部屋のものでも、えー、どんどんこれから、えー、断捨離してですね、えー、動画にしていきたいと思います。えー、ということで基本1人でした。